はい、こんにちは、そしてこんばんはと言いながら今は朝なんですけど、野村克也でございます。はい、今日はですね、2023年の12月の13日の早朝で、早朝の怪しいおじさんなんですけど、まあお酒飲みながら喋ってます。で、まあなんで朝方かっていうのは、まあね、その、まあ、うるさいであったりとか、まあ、一人になれる、まあね、まあ、車は通ってるんですけど、まあ、なかなかね、その、場所もないみたいな形で、でね、まあ、前回ね、政治の話して、裏金の問題について話してて、前回の動画見てもらったり、で、言い忘れたことがあって、田中真紀子さんですよね。で、まあ、今、ね、この12月もう終わりか今年も終わりかっていうところで裏金が出てきて、結構これでいよいよ岸田総理もまあ終わりかなみたいなとこやったんですけど、まあね、ここに来て田中真紀子さんがちょうどいいタイミングで、まあ、79歳だそうですよね。確かもう小泉内閣と田元を分かってたんですかね、そっからまああんまり顔を出してなかったんでね、このタイミングっていうことは、まあ、誰かがやっぱし担いできたのか、特にね、女性っていうところがね、まあ大きいんですよね。まあ、なんでかっていうのはやっぱしね、各国ね、カナダとかもそうやったと思うんですけど、今イタリアとかもそうなんですけど、続々とね、女性の首相みたいなのがね、まあ、出てきてるんで、まあ、日本もね、そういう風、まあ、特にね、なんていうんですか、小池さんね、東京の、都民ファーストみたいな話なんですけど、まあ、女性ね。で、そうなんですよね。なんで、まあ、担がれたんかな、みたいなとこもあり、まあ、実は、なんていうんですか、いつか自分も起き上がってやろうと思って、チャンスを伺ってた、みたいなことで、まあ、前回も言ったんですけど、清和会ですよね。まあでもまあ、悪の元凶清和会みたいな形で、まあね、田中角栄さんの経政会の頃は景気が良かったんじゃないかっていうことであれば、やっぱ担ぐ人も出るんかなみたいなことで、なんかね、まあどっちなんかわかんないんですけど、まあそういうタイミングで、ただね、年齢が79歳なんでね、まあ言うた首相っていうことでもまあないのかもしれないんですけど、まあ、田中真紀子さんがまあ出てきました、まあ、どうなるところですかねみたいなところなんですけど、で今年はね、新党が日本保守党が話題ですよね。で、まあ、NHK 党はもう完全になんかね、まあ、うちはもめで、あ、やっぱしね、まあ、印象が悪いですよね。まあ、こんな人らに国政、まあ、国会議員はいるんですけど、まあね、その国政任せられるのかみたいなことで、ただね、わちゃわちゃやって、それを YouTube で見る分には面白いんで、まあ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 いいかなみたいなことで、NHK をぶっ壊すみたいな形なんですけど、で、まあ、やったらもう自民党はあかんっていうことで、旗揚げしたのが日本保守党ですよね。まあ、有名な作家の綾百田直樹さんがやってますよね。で、あとは、令和新選組と、まあ、参政党が今、ごちゃごちゃしてて、まあ、あと、既存の野党ですね。国民民主と立憲民主と共産党みたいな形ですかね。で、あ、そう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 、政治の話で言えば、解散総選挙ですよね。で、解散総選挙について前回喋ってなかったんですけど、まあね、別にせなあかんわけじゃないんですけど、あと衆議院選挙ってあと2年間くらいないんで、別にしなくていいんですけど、慣例的にやる。で、無論そこで、まあ自民党が圧勝したら、まあある有力な法案を通すきっかけになるみたいなこともあるんかもしれないんですけど、まあ噂されてたんですけど、支持率落ちるばっかしで、選挙打っても、まあ、ね、確かに自民党が負けないとは言われてるんですけどね。でもそれでも例えばまあ10議席、15議席落としたらやっぱし、ね、岸田さんの責任とかも問われるし、まあ、やっぱしね、自民党としては圧勝っていうことなんでしょうけど、
ね、なんで自民党わかんのみたいなことも話したらまたちょっと長くなるんですけど、まあね、なんでね、まあ、自民党がって、まあ、いうことで、まあ、やっぱしね、都市部はね、自民離れっていうのは、特にね、大阪とかが、まあ、維新が強いって言われてて、そのあと東京とかが都民ファーですよね。でやっぱしね、都会の人とかっていうのは人口は多いんですけど、自民離れなんですよ。でやっぱし受け皿が欲しいわけなんですよね。まあ言うたら自民に投票したくないっていう。だからまあね、ネット上ではね、まあ、維新小池さん都民ファーストも結構叩かれてるんですけど、まあ、自民よりはええやろみたいなことで、まあ維新とかはテレビコマーシャルとかもバンバン売ってる、テレビに露出、まあ、特にね、橋本徹さんとかですよね、まあ、出てるんで、まあ、維新がいいんかなみたいな人もまあいるし、で、まあ、で都会はやっぱしね、自民離れみたいなものは完全に起こってるんですけど、まあ、全国のね、全国から議員っていうのは出るんで、まあ、大阪と東京だけで決まるわけじゃないんで、なんて言うんですか、地方ですよね。で地方は予算が欲しいわけで、まあ、どん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 やっぱし過疎化してるわけでね。例えばそのそういう理屈よりやっぱしその実質問題、例えばその予算がね、引っ張ってきてくれるっていうことでやっぱ強いんかなみたいなことで、で前でのね、田中真紀子さんも地方に無駄なお金みたいなことを言うんですけど、まあ、人口は例えばその都市部の方が多いんですけど、まあ、無論ね、だからといって、だからね、人口移動がね、都市部にね、まあ、集中してくる、で過疎化になって限界集落になって、まあ、いよいよその誰もいなくなるみたいなことが、まあ、そちらこちらでも起こってくるんですけど、まあ、地域の活性化っていうのもまた反対意見として出てくるとは思うんですよね。でやっぱし、まあ、でも都市部とかは自民離れっていうのはまあ確実に進んでると思って、まああとはまあ言ったらその裏金とかの話もあるんですけど、まあやっぱお金で決まってるんかなっていうのもまああるとは思うんですよね。で百田新党とかはどうかっていうのは、百田新党とかも迷ったら、X のフォロワーであったりとか、まあ、その YouTube のフォロワーであったりとか、まあ、言うたら作家の百田尚樹さんのそのファンであったりとかっていうね、7万とか、同時接続、まあ、言うたら30万とかっていうんですよね。でもね、1億、日本の人口っていうのは1億2000万なんで、まあ、それでもまあ、多分まあ百田さんとか有本さんとかのファンとかは投票に行くのかもしれないですけど、まあそれだけでまあね、ひっくり返すことができるかっていうのと、朝のニュース番組とかもやってるんですけど、多分ね、そういう政治とか財政とか、まあ国際情勢とか、まあそういう、まあ経済とか政策とか、そんなこと考えてる人ってっていうのはもう一定の割合やと思うんですよね。じゃあ確かにファンとして、まあ、ついてくるけど、その人たちだけで例えばそのひっくり返せるかって言ったらまたそれは違うと思うんですよね。だからそもそもが若干知的、まあ多分ね、知的階層的には中の上くらいやと思うんですよね。で中の上にいて、ある程度その日本をなんとかしなあかんなみたいなことを考えてる、そうは必ずしも多くないんで、声は大きいけどだから、まあ、その辺ではね、僕的に言ったらそのなんていうんですか、まあ、自民党ですよね。自民党が、まあ、自民党、まあ、言ったら考えるわけですよね。まあ僕も自民党はあんま好きじゃないんで、なのでまあそのどうなんかなみたいなことと、まあお金の部分ですよね。でそれと前回言い忘れたんですけど、
まあ、やっぱしね、そのもう一つあると思うんですよね、その裏金の問題、裏金の問題に話が変わるんですけど、で裏金ね、例えばその今ってもうほとんど5個ゴミみたいになってるわけですよね。結構ね、細かく言えばその所得税とか、まあ、所得税とか消費税だけじゃなくて結構いろんなところに取られてて、やっぱ自分たちが働いてる分の半分は国に召し上げられてます。でインボイス制度もいろいろ言われてます。国会議員は2000万もらって裏金取ってみたいな話になれば、やっぱしね、国会議員だけは好き勝手やってっていう風になると思うんですよね。だからまあ僕の前回の分析では、まあ、安倍さん憎しっていうストーリーもあるんかなと思ったんですけど、まあ実はまあね、まあいろいろね、取る口実を考えて厳しく取り立てられてたら、やっぱりね、これからね、政治家に対するお金のことっていうのは、まあ、結構ね、追及は厳しくなっていくんじゃないかなって思いますよね。ただそれなんでかっていうのは、例えばもう年収がね、僕らが生活、経済がね、もうすごく満足してるんやったら、多分ね、じわじわと日本ってね、悪くなってると思うんですよね。まあそれ中心に喋ったら10分で済まないんですけど、悪くなってるのに、そう、政治家がそれなりの成果を上げてたら、多分ちょっとしたことはあんまりみんな関心がないと思うんですよね。でもやっぱしその給料明細見るたんびに、まあ、ちょっとずつ社会保険料とかも上がってたら、まあ、ちょっとね、まあ、腹立ってくるみたいなことで、まあ、これからねお金の追求が厳しくなるんじゃないかなっていうことで、ちょっとね今回は締めくくりたいと思います。ではさようなら。